ゴッドフレイ、ハロルド・ハーディは、イギリスの数学者。1877年、英国クランリー生まれ。ケンブリッジ大学卒業後、長い間オックスフォード大学の講師を務め、その後ケンブリッジの教授となる。リトルウッドとの30年以上の共同研究は、その内容の大きさはもちろん、そのユニークなスタイルによって、今日でも語り草となっている。 1910年、王立協会フェロー選出。初期の頃から解析学全般にわたり広い業績があるが、中でも解析的整数論に与えた影響は大きい。内容は、ゼータ関数の 0. 点分布や、近似関数等式、過法的整数論での演習法、ディオファントス近似などに著しい業績がある。イギリスにおける、純粋数学は、 ニュートン以来大陸側に大きく遅れをとっていたが、ハーディやリトルウッドの出現によって挽回、またある部分においては一流のレベルにまで引き上げられた。実際英語で近代的な解析学の教科書を初めて書いたのはハーディ自身であった。著書、ある数学者の生涯と弁明は非常に有名で、その中の数学に対する彼の価値観はよく引用されるところとなっている。 生物学への貢献としては、集団遺伝学におけるハーディ・ワインベルクの法則をドイツのウィルヘルム・ワインベルクとは独立に発見した。数学者に点数をつけるとすれば、自分は二十五点、リトルウッドは三十点、ヒルベルトは八十点、ラマヌジャンは百点であるという。また様々なことをクリケットに例える癖があったハーディは、アルキメデス、ニュートン、ガウスラをブラッドマン級と呼び、 ラマヌジャンは、それと並ぶ添付の際と称している。ありがとうございます。